どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、アップデート来ましたね。今回は新しい武器やアイテムは追加されていないみたいだけど、あのフリントノックピストルが復活したということで、張り切って海賊スキンでレイジーラグーンに降りてるんですが、全然出ない。あ、そうなんだ。さっきから何試合も潜ってるのに、一回も見てすらないよ。私だけアップデートできてないんじゃないかと疑うレベル。もしそうならマッチングできてること自体おかしいからな。単にドロップ率が低いだけかもな。さて、以前の動画でも言ったと思うけど、バスが近くを通った時は、この辺に降りるのが強いと思うわ。多分下の方に敵が集まるからね。モアイさんからとりあえず武器をもらって、上から攻撃する作戦だな。ほらほら、思った通り浜辺に人が集まってるよ。ヘビアサがあるから遠くからでもしっかりダメージ入れれるね。二人が戦ってるな。一人はツルハシみたいだけど。ほら、これで下のアイテムも独占できる。やっぱモアイさんいいね。今回は自販機はないみたいだな。む、足音、敵がいるわ。姿が見えた、マスターキーだ。白ダメージ、それなら打ち勝てそうだわ。よし、ちょっと食らっちゃったけど、デカポドロップしてくれたからしっかり回復できそうね。ここにチャグスクも落ちてるしな。でもこの人もフリントノック持ってないのか。マジで出ないなー。さて、資材集めよ。ここの石材はめっちゃ美味しいからな。ここだけで500とか平気で集まっちゃうもんね。この場所も結構好きよ。なんか宝箱残ってること多いし、二つあることもあるからね。チャグスプと青のサクサグだな。ここはオートマチック SR と交換かな。どっちも好きなんだけどね。ま、枠的にしょうがないな。むむ、なんかそこの木、伐採されてるよね。私に気づいてないのかな。これはチャンスかもしれないな。ラッキー、今回そのヘビアサ大活躍だな。今んとこ全キルこれだからね。でも金のロケランカー。交換しちゃおうかな。ああ、ちょっと時間ないけど、さすがに。いや、弾全然ないや、やっぱヘビアサで、と思ったけどやっぱアサルトで。一瞬でヘビアサを裏切っていくスタイル。さてストーム入っちゃったけど、これがあればすぐ抜けられるもんね。バットマングラップネルガン、さすがだぜ。よし、意外はチャグスク1個分で済みそうね。てかさ、フリントノック復活は嬉しいんだけどさ、これがある以上今の環境ではこっちの方が便利なんじゃない？フリントノックよりで安い気がするし。まあ。フリントノックは本来武器だから、比べるもんじゃない気もするが、こうやって移動にも使えるから、フリントノックの枠があるか若干怪しいよね。おいおい、フリントノック全然見つかんないからって。うん。本当は使いたかっただけなんです。自分を慰めてるんです。はい。うわ、後ろから撃たれてる。危ない、なんとかダメージは食らわずに済んだわ。アサルトで反撃よ。検知してきてるけど、しつこく撃っていくわ。あ、ショックウェーブ、気をつけるんだぜ。なるほど、ショックウェーブの使い手か。ショックウェーブとグラップネルガン、どっちも強いからな。く、捉えたと思ったらまた飛ばれた。上向いて撃つ方が若干不利だけど、ここは高所の連射力を活かしていく。ふう、危なかった。チャグスプでシールド回復して、その枠でミニコモテそうだな。ショットガンと SMG の交換よ。どんどん武器を入れ替えていくわ。ショットガンはレア度が一つ低くてもポンプ重視。SMG はレア度次第で選んでいるらしい。ちなみにアサルトも基本レア度次第。同じレア度ならアサルト、ヘビアサ、インファントリー、サイレンサーの順かな。人によって好みが分かれるところだな。なんかまだゾンビと戦ってる人がいるみたい。ほら、ストームとゾンビに追われて出てきた。これは絶好のチャンス。あの人からしたら、ストーム、ゾンビ、敵の三重苦だな。さあ、どうするどうする。建築で立ち止まったらストームとゾンビが来るよ。シールドも削ったし、体力もどんどん減ってるだろうな。バンジキュースか、な。ジャンプパッドで飛んだ？その手があったか。しかーし、私にはこれがある。高い丘の上にだって、優に行けちゃうもんね。さあ、出てきなさい。どこに行ったんだろうな、この辺だとは思うが。家の中に入った可能性もあるわね。建築の跡はあるけど、古いものだし、いるにしては気配が全然しない。丘に登ってないのかもな。それじゃあこの下あたりか。いた、見つけたぞ。さあ、もう逃がさないわよ。うわ、ロケラン撃ってきてるぞ。危な、物騒なもの持ってるな。しかし避けてしまえば怖くない。もう一押しよ。やった、倒した。残り10人か。ビクロイも狙えそうだな。アンチが結構いいしね。さて、残り3人まで来たわ。向こうに敵が見えたな。あ、なんか戦ってくれてるっぽいね。ラッキー、終わるまでここでおとなしくしとこ。あれ、でも一人はグライダー開いて、こっちの方飛んできてるじゃねえか。マジか。私が戦わなきゃいけない感じ？
でも私の方が上にいるから有利かも。慎重に。相手の場所を特定するわよ。あ。チャーンス。すげえあっさりだな。交換するものは、ない。さあ、ロケラン撃ってきたぜ。最終バトルだ。おっと、でもその建築は甘いぞ。多少は落下ダメージ入るはず。様子なところが一箇所あったな。31、でもその後のショットガンは外した。上に建築されたけど、ブラックラーで一気に取り返す。ショットガンで狙いつつ、トラックキルを狙っていく。で、間違えたー。しかしビクロイ。そしてこれがやりたかった。いやあ、やっと、やっと見つけましたよ、フリントノックピストル。結構時間かかったな。海賊さんも大喜びみたいですね。お、黄色で44。これは倒せそうですね。およそ100ダメージか。こういう時にフリントノックを使って、一気に近づいてみたりする。このままポンクとのコンボとか決まったらかっこいいんだけどな。ちょっと隠れられちゃったわ。てかやばい、もう一人別の敵来たし食らったし。ここは一旦落ち着いた方がいいかもな。そうね、とりあえず建築して敵同士に戦ってもらいましょう。フリントノックうまく使いたいところだな。リロードも済ませたし、チャンスかも。でも敵さん下にいるみたいだな。フリントノックで上を取り返すとかはしなくていい局面だぜ。使いたかったけどな。あ、これどっかに逃げるつもりかしら。まあいいや、それなら私も回復しとこう。よし、なんか倒した瞬間ちょっと複雑な気持ちになったな。え、今のちょっとすごかったな。向こうの建築の下に大量のアイテム、そしてこのキルログ。この人が狙撃成功した直後に霊夢が狙撃したんだな。いやー、すごいタイミングだったね。あ、やべ。おいー、この距離外すなよ。でもこれは逆にフリントノックを活躍させるチャンスでは、ショットガンとアサルトの真ん中に、大事に持ってるもんな。これでいろんなコンボを決めやすくなってるわ。さてと、スカーである程度攻撃したら上に飛ぼうかな。いや、降りてきた、それなら。おーおー、強いじゃんフリントノック。この距離で86出るって、ショットガンや反キャよりダメージでかいんじゃない？確かに、サブ武器として優秀な性能だぜ。敵あと一人なんだけど、上取られちゃったな。フリントノック使ってどうやって攻めようかな。ショックウェーブと違うから、建築壊せないしな。バウンサー使うにしても、飛距離がちょっと物足りないし。バットマングラップラーも置いてきちゃったからな。どうしようかな。と、いろいろ考えてたらあっけなくやられてしまいましたとさ。ツルハシとしての自覚がすげえ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。